はい、こんにちは、トールと申します。今回は蜂なんてそれはないでしょうという、アニメーションの1話から3話までを、また見てね、見た感想と、考察ってほどじゃないですけど、なんか思ったことを適当に喋ろうかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、まず全体的な感想ですね。ストーリーとしては、自炊サラリーマンが、気がついたら転生してて、子供やったんやけど、貧乏貴族の蜂男に生まれ変わったと。で、なんか魔力がすごくあったんで、いい師匠に会ってですね、ものすごいすごい、魔法力を持つ、男の子となって、冒険者の学校的なとこですね、に行ってですね、今大活躍しているというところまでが3話ですね。で、おそらくこの先その領主になって自分の領地を開拓していくというストーリーに、なると思われます。はい、で3話まで見ての感想なんですけど、深く考察してね、見るには若干不向きそうだなっていう感じなんですけど、ポップに楽しむにはいい感じでした。で、料理がね、結構ね、美味しそうだなと思いましたね。なんかそこまですごく凝ってるわけじゃないんですけど、美味しく見えるように書かれてるので、すごい勉強になるなと思って見てますね。で、実際美味しそうで食欲をね、そそりますね。はい、あとですね、なんか3話だけ物語の組み立てがすごい雑だなと思ったんですけど、多分これがその原作が小説で、そのアニメ用に改編した部分とか、その省略した部分とかでそうなったんやろなっていう風なことで、思いましたので、またね、僕の考え方とか、ね、捉え方が間違ってたらね、教えてもらえるととても嬉しいですね。で、マインクラフト的なね、こう領地がね、広がっていく、仲間が増えていくっていう感じをですね、多分楽しめるんじゃないかなと思っているので、それを楽しみに見ていきたいなと思ってます。はい、今後の展開をね、気楽に見守るのがいいかなというふうに、思っています。はい、でこれ原作がナロー小説というか、小説家になろうという、サイトに出ていた小説から来てて、それが原作になっていますね。はい、なんで、あんまりそのなんかがっちり固めて作られた物語ではないんだなという、印象を、持っていますので、その辺に関して細かく、突っ込んでいくのはちょっと野暮だなというふうに、思っていますので、よろしくお願いしますね。はい、ここ好きやったとこからね、いきましょうか。最初ら辺のですね、1話と2話のですね、貧乏貴族のとこに生まれてしまってですね、で子だくさんなんやけど、みんな貧乏やから、なんか服も冴えへんし、でもその貧乏なりに仲がいいというかね、兄弟で仲が良くて頑張って仮に出かけてる姿とかですね。でこのお嫁さんですね、貧乏貴族の長男とこに嫁に来たね、お嫁さんとかもね、そのお母さんとかもね、すごくつつましい感じでね、好感度がめちゃくちゃ高かったんですよね。3話から出なくなったんですごい寂しく思ってるんですけど、また出てほしいなと思ってますね。はい、で主人公自身も山を駆け、回って鳥とかね、狩りをしたりとか、あとその薬草とかね、要するに調味料系のなんか植物を見つけて、使っていたりしてですね、そのあたりの自給自足感ね、すごい楽しそうなんでね、僕はこのあたりをね、ずっとねやってほしかったんですけどね、町の方に出てしまったのでね。ただそのまた新しく土地を開拓するときにですね、そういったのが見れたらいいなって、思ってますね。いやー、この山でね、調味料集めるのね、すごいね、楽しいんですよね、見ててね。で、そんなたくさん描写があるわけじゃないんですけど、はい、好きでしたという感じです。で、恩師とのですね、絆をね、2話かけて書き切るっていうところもね、個人的には良かったなと思いましたね。1話の終わりで、恩師に会うんですよね。でも、その1話の終わりで会った恩師のこのアクセサリーというか、魔法の武具かは分からないですけどね。その武具がですね、主人公がですね、物語の冒頭にもう領主となった主人公が働いている時に着てる服に入ってて、その縁のあるところ人と子供の頃出会ったよなっていうのがですね、分かっていい引きやなと思って、で2話もですね、2話丸々本当にかけてですね、絆が深まっていってですね、これめちゃくちゃ期間としては短いんですけど、かの大の大冒険だってね、アバン先生と一緒に修行した期間めちゃくちゃ短かったらしいんでね、それはそれでね、置いときましょう。でしっかりと自分の手でですね、すごい苦しそうな様子までめちゃくちゃ丁寧に書かれてたんでね、ちょっとかわいそうに思ったんですけどね。はい、ね、
師匠を成仏してあげるところまで自分でするっていうのをね、短縮せずに書いたのをね、個人的にはねとてもね良かったなと思いましたね。なんか少なくともその主人公がそういうねやり取りを得て、あの魔法の技術を身につけて、でまあここで師匠とのつながりを作ったというね、ことを書いたのね良かったなと思ってます。はい、あとですね、やっぱり、自分はマインクラフトねやったことはないんですけどね、ああいう系の、仲間が増えていったり領地が増えていってできることが増えていく、特産品が増えるとかね、別の部族と合流するとか、そういうね土地開拓されていってできること増えていく系は結構好きなんで、自分の、あの話が進むにつれね物が増えていくのはなかなかいいなと思いましたね。まあ、ただもね3話の終わりでねもうね初手お城っていうねちょっとでかいもん手に入れすぎたなっていう感じはするんですけど、まあ、まだまだね手に入れられるようなね要素のあるものがいっぱいあるので、やっていってほしいなっていうふうに思いますね。この辺がまあ8なんだから、その元の財産が0から始まるっていう、意味合いとしては良かったなと思いましたね。まあ貴族じゃなかったら別にあの元の財産0でも普通なんですけど、でこれは、冒険者予備校ですねの、全キャラクターがですね全員一応キャラ付けというか差別化されているところはなかなかね凝ってるなと思いましたね。まあ、この差別化にエネルギーが割かれていて、こう大切な描写がされなくなってしまうと心配なんですけど、そういう意味ではなかなかちゃんとそれぞれがねキャラクターとしてのいいなと、思いましたね。で、不快なだけのキャラクターがいないっていうのも結構大事なポイントかなと、個人的には思っています。その主人公の周りね、主人公が強かったりだとか、まあ、これ要するにまあ主人公が無双してすげーってなる感じの話だと思うんですけど、なんか主人公を立たせたり主人公を本気にさせるためだけに嫌なキャラクターを、なんか不快なだけのキャラクターをこう配置してしまいがちなんですけど、なんかそういうんじゃなくて、その主人公の前に立ちはだかったり、その物語の悪役的なね、ポジションのキャラクターに関しても、ちゃんとその立場とかね理由とかね、あとまあ考え方にこう一貫性が、見られるみたいなね、描写があるっていうのは、個人的になんかそういうのをちゃんとしてるから、別にそのキャラクター敵キャラとかね悪いキャラ出てきても今のところ全然不快感がないんで、楽しく見ていられるなという、感じをします。あとですね、まあ、無双っぷりがまあ程よい感じなのがちょうどいいんじゃないかなというふうに思ってはいますね。みんなで、飼ってたいのがイノシシなんですけど、主人公は大型のねクマみたいなのをいっぱい飼ってくるっていうね、あ魔獣がいるんじゃなくて普通に獣飼るんやって言ってね、なんかそこら辺もちょっとほっこりしましたね。なんか食料にできるなって思いましたね。でまあものすごい魔法を使ってるんでね、爽快感はそこそこあるんですけど、まあだからといってそのなんていうんですかね、そのね、地形が変わるほどというか、まあ、これ地形変えてるんですけど、その世界を滅ぼせるほどの力というわけではないっていう感じなのが、まあ、程よい感じでいいなと思いますね。ただ、まあ、あと気になった点ですね、まあ、気になった点を一応上げていくんですけど、まあ、これってなんていうかその悪い点というよりは、そのこういうところを突っ込みながら楽しむとか、なんかこういうとこも味だよねということで、ナロー系のねアニメはね楽しんだ方がいいかなと思うので、まあこれをなんかこう悪いところを突っついたり自分の中ではマイナスポイントやったというよりは、なんかこういうところあるよねっていう気持ちを共有したいという思いで書いていますので、なんかご意見があったらね言ってほしいですね。いやいやナロー系の楽しみ方をお前は分かってねえよとかいうね意見がありましたらね、ぜひぜひ、お願いしたいと思います。はい、気になった点なんですけど、まずこれ異世界転生の話の意味としては何なんだろうなっていうのがちょっとね分かんなくて、現在調味料をねなんかこれはわさびと言ってみたいに使ってるのを言ってるんですけど、まあ調味料って別に何なんでしょうね、昔からその山ね貧乏貴族で山に入ってたから、そのじっちゃんとか使用人のじっちゃんに教えてもらったんだみたいな設定をつけるだけで、まあ別に異世界にわさびがあっても何の問題も、山椒があってもね困る人もいるわけではないので何の問題もないんですけど、異世界転生する意味あったのかなっていう感じはありますね。一応その料理にこだわってたサラリーマンっていう描写はあったんですけど、まあそれがなんかこっちで料理に対してこだわって料理作るようになるかっていうと、そういうわけでもないみたいなので、で
主人公の精神的な幼さっていうのがなんかもう完全に転生した先から全然精神年齢はもう子供のままなんですよね。この師匠とのやり取りももう全然あの大人が完全に姿を消してるんですよね、うん、なんかあの最初に転生した先で貧乏貴族っていうことが分かってしまってね、あ、美味しい貴族の料理だと思ってたんけど貧乏貴族っていうことがね分かってしまってそりゃないよみたいなところでもう完全に記憶が吹っ飛んでしまったのか、なんかそれ以降完全に子供以下の精神年齢で、振る舞っているので、それ転生したっていう設定がなければ違和感なかったので、むしろなかった方が良かったのではって思ってますね。で、強力な魔力を持っている理由付けとしてその転生した時のなんかボーナスポイントでもらったのかなって思うんですけど、それって別に劇中に描写されていないので、だったら別にね、転生じゃなくても強力な魔力たまたま持ってたでもいいよなって思いましたね、うん、そんな理由なんていくらでもね思いつくわけですからね、はい、そんな感じに思いましたね。で、八なんてそれはないでしょうというタイトルもなんですけど、別にその神様にお前次生まれ変わったらいい目を、ね、いい目を、ね、させてやるよみたいな約束をしたわけでもないので、別に何なんでしょうね、八なに生まれたことに文句を言うという理由はないんですよね。なんかこれは何なんでしょうね、生まれ変わり者のお約束っていうもののフォーマットに沿いすぎたせいで、なんか八なんであることがどうなのってなったんですけど、普通に何なんでしょうね、貴族の男に生まれた時点で相当恵まれてると思うんですけど、うん、で特にこの世界ではね、男に長男、つまり、まあ、長男に生まれないって意味がないって言われてるんで、男に生まれた方が女に生まれるよりもいいってことになってるんで、貴族でしかも男に生まれたっていうことは女性に生まれたことよりもかなり恵まれてるということになるので、この世界の感覚でもそれはないでしょうっていうのはおかしいですし、前回の記憶から引っ張ってきてそれはないでしょうっていうのもまた誰かと約束したわけでもないので、おかしい話なんですけど、それをなんか当たり前のように言って毎回サブタイトルにこうそれはないでしょうつける流れというのは、なんかこう何か大事な我々に説明しなきゃいけないものが抜けてる気がするんですけど、これは僕だけなんですかね。はい、なんかこううまく説明してくださるね、クロートの方ね、教えていただけるとね助かりますね。で、なんで八男にしたのかなと思って、他の兄弟のが名前だけ出てくるんですけど、意味がなく名前だけ出てくるのって基本的になんでっていうか苦痛でしかないので、今のところ兄弟三男でもよかったんじゃないかなと思いますね。長男とね、優しい兄さんとで、まあ三男でもいいんじゃないですか。で、三男だったらどっちにしろその貴族の屋敷から出ていかなあかんっていう運命は変わらんわけやから、そういう意味でね、次のところに行けますし、あとなんか八男であったとしても魔力を持ってるだけで次期当主の座を、狙われてしまうほどやばいっていうことがですね、魔力を持ってることで八男であることよりもはるかにアドバンテージを取ってるっていうことになってしまうので、ね、やっぱり恵まれてるんじゃないかなって思っちゃうんですけどね。で、八男としての意味付けもやっぱ最終的にあれなんですかね、7人の兄弟との生き残りのバトルロイヤルが始まったりするんですかね。それやったらまあ八男っていう言葉を使った意味はあると思うんですけど、今のところ謎なので回収されたらいいなって思ってはいるけど、まあ、回収されないやろうなっていうのを楽しんでる自分もいるので、うん、まあ、この楽しみ方がね合ってるかどうかね、ご意見ねお待ちしております。あとですね、まあこの辺がね、まあ、醍醐味なのか分かんないんですよね。小説っていう原作をアニメにした時のにですね、いろんなところをはしょったりですね、逆に次つま合わせるために別のエピソードを差し込んだりとかですね、変えた部分のせいでね歪んでる部分があると思うんですけど、2話までは結構ね師匠が消えていくところとかね、僕はね結構ジンとしたんですけど、3話は多分なんかこう感動的な部分があったと思うんですけど、そこに全然入り込めなくてですね、とはいうものの、なんていうか細かい描写で明らかに矛盾する概念が一つの話の中に
出てきててですね、そこの説明がなんでやってなってる間に次の話が起こってしまってですね、なんかこう多分原作には説明があったり主人公のモノローグとかね、心の声があることによって、話がつながってる部分があるんやと思うんですけど、それが消えたせいですごい謎が多かったので、まあこの辺を醍醐味にして見ていくのも楽しいのかもしれないんですけど、個人的にはもやっとしたというところですね。この、槍の、ね、三人衆でしたっけ、斧でしたっけ、まあなんかそのちょっとクラスによくあるこのね、ちょっと生きった感じっていうんですかそういう斧のね、3人のね男の子たちがですね、あいつに認められにはとか、あいつはどうこうなんだよみたいな話をしてるんですけど、これ教室の中の描写でですね、その前のねカットでですね、主人公が後ろにね座ってるのがね書かれてるんですよね。だからこのその話聞いてないのおかしいんですよ。でもその話聞いてたらそれ以降の主人公の行動おかしくなるんですよ。だったらなんで主人公がその近くに座ってることを書いたんだろうって、思うんですけどね、そこはねちょっとね気になりましたね。主人公がねなぜか聞こえないっていうね難聴スキルを無駄に発動したことになってしまっているというところですね。であとですね、一人で借りに行かないようにって先生は言ってるんですよね。なんか二人以上の借りを推奨するとかそういう言い方ではないな、あのでよかったと思うんですけど、ストーリーをねスムーズにその転がすためには、一人で借りに行かないようにって言われて、あだからチーム組まないとっていう風な話になって、じゃあ主人公に認められるためにね、たくさん獲物を買ってこようということになって、他のチームがですね、獲物のね狩り競争みたいなね、狩りごっこみたいなね、まあそういうのをやったんですけどね、それをやったのになぜか主人公は誰ともあのチームを組まないままですね、普通にあの獲物をですね取ってね、一人で狩りをしてあの獲物を取ってきちゃってるんですよ。これ一人で狩りに行かないようにってなったから、じゃあしょうがないね、チーム組まないとねってならないといけないので、少なくとも主人公がチームを組むための努力を何かしなきゃいけなかったんですけど、そのタイミングを逃したということでしか進ませられないような感じでいきなり一人で仮から帰ってくるんですよ。 なのでじゃあなんでそんなセリフを使ったのって思ってしまいましたね。はい、あと収納袋もですね、なんかその師匠の師匠に出会ってなんか突然収納袋の話になって、なんかこれを使ってることは認められた証拠だっていうね、これを持ってるだけでも全てのことが師匠のね、全てを受け継ぐ価値があるというね、そういうことをですね決めつけられてしまいましてですね、圧倒的に信頼されてしまうんですけど、主人公それについて指摘された時にですね、すごい眉をしかめてですね、あの袋を隠そうとするんですよね。その動作ってなんか袋が大事だから取られないようにするためにそうしたっていうのいう描写だったのかもしれないんですけど、明らかになんでしょうね、自分が悪者やってそれを取ったからそれについて指摘されて隠そうとしたという描写に、見えてしまうんですよね。なんか突然すぎて、その前振りがなさすぎるからかもしれないんですけど、そんなわけで、結構その3話と2話の間になんか何か知らないものが挟まっていたんじゃないかなというふうに、僕は思いましたね。なぜか他の貴族からめちゃくちゃ高く評価されているっていうことも理由が、分かんなかったですし、僕の何かが抜けてるのかもしれないんですけど、そもそも主人公がその全体の中で浮いてる存在になって優秀生として認められて特待生に、いつの間にか魔法の特待生になってるみたいな、こともですね、勝手に決まっててねよく分かんなかったですし、でそれに対して主人公が何を思って何を考えてどう行動してるかっていうのが全然分かんなくて、本当に何も考えてへんやつが一人ぼっちになってるから、寂しくてみんなになんか自分の調味料をね見せつければいいんじゃないかみたいなことを言ったけど、完全にスルーされて、ね、寂しく飯食ってるだけみたいな、なんかとても惨めなだけの描写になってしまって、もう本当に絶対に元サラリーマンやったとは思えないような精神レベルというか、何考えてるか本当にわからない状態になってしまっていたような、印象になったので、3話だけね個人的にとてもね、変な感じになったんですけど、それだけね理由をね知ってる方いたらね教えていただきたいなと思いますね。とはなんかいろいろすいませんね、文句とかねいろいろ言ったみたいなんでね、好きな方にはねご気分が愛されたかと思いますんで、よろしかったらご批判のコメントとかも遠慮なくしていただいたらと、思います。はい。
そんなわけでですね、一応まあいろいろ言いましたけど、個人的にはやっぱり掘り下げてほしいキャラクターたちが結構多い、話だったので、なんか普通にまあヒロインたちもそれなりな考えでね、動いていたので、今回ちょっとそのパーソナリティというか人格がよく分かんなかった部分に関しては、まあ、今後掴んでいけるんじゃないかなと、思っているの で, でみんな気の良いやつらなんでね、どういう風に話が転がっていくのかも、気になりますし、実家のね兄さんたちのね様子もね気になりますし、この貴族とどういう関係がね、進んでいくのかっていうのも気になりますしね。なんか結構気になることとか楽しみにしてることは個人的にねいろいろあったりするので、そういったことはね、楽しみにね見ていきたいなと思っています。はい、そんな感じですね。はい、それでは、今回ですね1話から3話までの、まあ感想とまあ考察というか、まあ自分が思ったことを、述べてみました。ご意見またねいただけましたら幸いです。はい、それではありがとうございました。